そんな心地よいハグないじゃないですか。だからリピートしてくれるんですよ。柳橋Qチャンネル。はい、山田でございます。メンズエステの店長をやらせていただいております。今日はリピートについて、お話しさせていただきますが、ね、リピートについて今週1週間で 3,4 本動画撮ったんですけど、上げれてないというね。なぜなら結構難しい、気を使う内容なんですよ、実はリピートについてっていうのは。なので、さらに細分化してね、ハグによりリピートを取る方法というのを、お伝えさせていただきます。これは、5万円でも10万円でももらってもいいぐらいの内容になりますので、店長さん、オーナーさんとセラピストさん、もし聞いてくださってたら5万円振り込んでくださいなんて無料ですね。で、ハグね、メンズエステにおける。で、僕が6年前かメンズエステ始めた頃っていうのは、まあ、メンズエステでハグするっていうことが、まあ、そんなにメジャーじゃなかったんですよね。で、うちに来たお客様にね、セラピストさんがお客様にハグしてって言われましたとか、ハグを求められましたっていう報告を受けたんですよ、1年目から。で、僕はもう素人だから、ハグ、ね、マッサージ店でなんでハグしなきゃいけないんだよって思ってましたから、いやそれはマッサージじゃないから断ろっかって言ってお断りしていた時代もありました、初期の頃ね。それがね、時を経つごとに、わずか数年でね、ハグヒーリングっていう言葉も出てきたりだとか、実際ハグは癒されるっていうことも自分自身も理解したりだとかね。エロでもないじゃないですか、ハグってね。なので、今は研修でも、一部なり、全てのセラピストさんに、取り入れるように、お伝えしているんですけれどもね、でハグの仕方、これ1個だけあるんですよ。これでリピートが取れる、やり方があるんです。何だと思いますか？とあるセラピストがね、うちにいるセラピストさんがね、スタート時からリピートゴンゴン取るわけですよ。でそのセラピストさんのね、ハグは体中からありがとうとか感謝が伝わってくるんですよ。言葉に出てないけど、ハグってさ、接地面が大きいじゃん。だから伝わるんだよね、思いが。そのセラピストさん、そりゃリピート取るだろうって思いますよ。だってハグで本当に、なんていうのかな、思いが伝わってくるわけだから。研修の時にね、あの施術の途中ですよ、中で、じゃあここでちょっとハグしましょうかとか、最近はやるんですけど、相手は嫌かもしれないけどね、おじさんにハグするの。ハグはね、思いが伝わるから。ここからが、まあ、本題というかね、答え言っちゃうと、ありがとうとか感謝とか大事に思ってるとか、それをハグの途中に念じてますかって。ハグしてる最中にありがとう、ありがとう、ありがとうって、ありがとうございます、ありがとうございます、今日来てくれて、今日来てくださってありがとうございます、今日出会えて、初めてでもですよ。リピートももちろんそうだけど、リピートさんももちろんそうだけど、ありがとうございますって、で大事にしますよって、そうやって心で口に出さずとも念じてハグできれば間違いなく伝わるからね、今日から、意識してみていただければと思います。ありがとう感謝、ありがとう感謝、ありがたい感謝だな、大事にするよって、子供をねハグするじゃないですか、ね、僕もハグしたことあるのかな、子供2歳で離婚してるからね、ハグっていうか抱っこかな、もはや今も中学生だから、もう今後もハグする機会はないでしょうな、自分の子供をね。でも想像するとね、あの生まれてきてありがとうとかね、お母さんが子供にハグする時に、思うじゃないですか、大切だよ、大事だよって、愛してるよって。恋人同士でハグする時に、抱きしめる時にね、愛してるよって、大事にするよって同じこと言ってます？思うじゃないですか、念じるじゃないですか。メンズエステで施術に入ってるからって言ってただハグしてるんじゃないですか。相手を思ってハグしてみましょう、ね、伝わるじゃん、なんか
好きだなって好きだよって言ってハグしたりとか、好きだよって思われてハグしたりとか、言葉に出さなくても伝わったりするじゃん。それが癒しになったりとかね、最大の武器なわけですからね。リピートももちろんだけど、その日その時、出会えた知らない2人がね、メンズエステ店で出会えたことっていうのは本当に奇跡だし、感謝しなきゃじゃないですか。僕らお店側はね、セラピストさんはそこから長い付き合いが始まるかもしれないし、またリピートなんて何度でも言うけど、二度とは戻ってこない2時間をお客様は再び自分に投資してくださるわけじゃないですか。再びこれって感謝としか言いようがないですよね。こんな私にまた2時間をいただけるんですかって、それをハグの際に伝えなきゃいけないよね。ありがとうございますって、大事にするからねって、もうお客さんは目上の人かもしれないけど、大事にしますからねって、あなたの癒しは私に任せてくださいって念じるんですよ。念じるの。ハグしてあげてるとかね、どうだ癒されるだろうみたいなことじゃなくて、ハグしてあげてるんじゃないんですよ、ハグさせていただいて思いを伝える、それがリピート取る一つの手段だと思います。絶対伝わるから。感謝とかね、気持ち、ありがとう、ありがたいな、言葉に出さなくても伝わるから、大変だねって、疲れてるんですねって、お客様は愛が足りてなかったりするわけじゃん。だからハグでセラピストさんの愛をお客様に充電するようなイメージでね、愛でいっぱいの思いを込めたハグを今日からしてみてください。まずはありがたいな、感謝だな、念じて念じて、ハグの時に念じる、ありがたいな、感謝だな、ありがたいな、もうギュッギュッギュッって、したら伝わるから。それにそんな心地よいハグないじゃないですか。だからリピートしてくれるんですよね。ということで終わります。ありがとうございました。